おはようございます。ソカジュのコブです。本日は令和2年5月4日の10時50分ですね。お昼前になりますけども、ちょっとね、私も気になっていたことと、あとね、ちょうどメッセージをくださった方がいて、これはちょっと伝えとかないといけないなと思いましてね、この動画をお送りしいたします。で、ね、今ね、日本で、感染者の方、国内感染者の方が、1万5000人とか言われてますよね。でも国内感染者であって、さあこれがね、どの国籍なのかってことはいまいちちょっとわからないわけなんですよ。まあでもどの国籍でも脅威なことは脅威なんで、国籍で分けてどうこうって話じゃないですよね。で、ここで何が言いたいかっていうと、私たちは本当に知らなければならないことを知らないんじゃないかなっていうふうなね、まあいつもの私のポジショントークになりますけども、すいませんけども、何点かお話しますんで聞いていただければと思います。例えばですね、日本国内で今マスクがないっていう問題が長期化してますよね。大体3ヶ月ぐらい自由にマスクが流通しないっていう形になってると思いますけども、この日本ではですね、常に外国にマスクを何十万単位でですね、無償提供してるっていう事実があるのも確かなんですよ。ということは、日本政府なんですけどね、主に日本政府とか、ある特定の自治体っていうのは、自分たちの国民にはマスクを渡さずに取り上げて、外国にどんどん媚びを売ってるわけなんですよね。で、その外国にマスクを売ることを引き換えに何か美味しいものをもらってるのかもしれませんけども、こういうことね、ご存知ないのかなと、私も気になってやるんですけども、なかなかね、メディアで取り上げられないなと思うんですよ。で、防護服ってのありますよね、医療用の防護服。これもね、足りないって言ってるのに、どんどん外国に流してるんですよ。数十万着単位でね。で、日本人の医師は何をしてるかっていうと、ゴミ袋に穴をかけてやってるんですよ。これはどういうことなのかなと思いますよね。皆さんも聞いたことあるでしょ。それから、日本に外国からいらっしゃる方って今でも結構いらっしゃるんですよ。で、日本から外国には出ていかないんですよ、ほとんど。でも外国から日本に定住して、そしてね、3ヶ月住み着けば給付金が出るんですよ。で、日本の方でも給付金もね、なかなかもらえずに、で、店を閉店しちゃったとかね、もう命に関わる事態になっちゃったって方がいる中で、外国から来た方がね、3ヶ月ブラーっと暮らせば、もう給付金が出ちゃう、速攻出ちゃうみたいなこともあります。よろしいんでしょうかね、で、私たちなんですけども、感染が疑わしい外国人は優先的に治療します。でも日本人はいくらね、自分の窮状を訴えかけても、なかなか検査すらさせてもらえないという、そういうふうな現象もありますよね。いいんですかね。で、入院者なんですよ。ここからが大事になってきますけども、今日本国内ではいろんな方がね、いわゆる例の感染症で入院してますよね。でも優先して入院する方って誰なのかなと、自宅待機って方いるじゃないですか。ここがポイントです。自宅待機って方は日本国内に自宅がある方なんですよ。日本国内に自宅がない方は入院させられているというかね、入院を優先的に受け付けているっていう現実があるのかなって考えちゃいますよね。で、あとはね、外国人の方の治療費っていうのは、そして入院費っていうのは税金で賄われてます。いいんでしょうかね。私たちは少なからず健康保険実費があります。でも外国の方はどうやらね、随分手厚く保護されてるみたいですよ。そして大事なこと、あと3つあります。今日本もものすごく混乱して自粛して、なかなかね、外出してもバッシングを受けるような感じですけども、なんとですね、外出どころか他の国から私たちの国の上空ですとか、領海内に入ってきている船舶や航空機があります。領空侵犯と尖閣諸島への侵入ですよね、激増してます。でもこういうことを分かっていても何もしません。誰も報道しません。よろしいんでしょうかね、いいんでしょうかね。特にね、このウイルスの発症の地から、そういった船舶や航空機が来てるとしたらどうしますか。お前らのせいでこうなってんだぞっていうのを尻目に、これ幸いとばかりに火事場泥棒的なね、ことを火をつけた本人がやっているという、そんな風なね、考えも成り立つんではないかなと思います。さらに恐ろしい話題です。私たちはなかなか自分で自分の家も持てないような、そんなね、日本人でありながら日本に日本の家を建てないといけない、家をね、なかなか建てられない、ローンも高い、
土地も買えないっていう状態ですけども、外国人は日本の土地をどんどん買ってます。特に北海道ね、お買い得らしいです。まあ外国人だからって言ってね、土地を売らないよとかっていうこともない、区別とか差別がないのはまあいい国なんではないかなと思いますけども、本当にそれでいいのかなと。そのうち日本の国土の大半が売れてしまって、日本人が日本国有の領土として持ってる土地っていうのがなくなっちゃうんじゃないかなっていうね、こともあるんですよね。そして食料ですね。食料品もどうやら国内でね、日本人じゃない人が買い占めているそうです。まあ、マスクも日本人じゃない人が買い占めて、転売屋さんを使ってるということがね、しばらく続きましたけども、現在バッタが大量発生して、食品がどんどん足りなくなってきますよね。その中で買い占めを行っている外国人がいて、で輸入に頼っている日本っていうのはこれから食糧難になるっていうふうに私も何度も言ってますけども、本当にリアルになっていくと思いますよ。その前にね、対策が間に合えばいいんですけども、どうでしょうかね。でバッタの大量発生で買い占める人がいて、北海道はもう某ね、何ですか、企業が占拠していると。どうしますかね。私たちにとってものすごくね、不愉快な流れが大きく来ているんですけども、私たちは一体家の中に引きこもってね、何をやってるんでしょうかと。本当にこれでいいんでしょうか。私たちがステイホームしているうちに、私たちのガラキになった国土にですね、いろんな国の方がやってきて、あれやこれやとむしっていきます。そして日本の権力を持っている人は残りつけない日本の資源をどんどん海外に流しております。知らないのは私たちだけですよね。これでいいんでしょうかというふうなね、私の懸念と、今回いただいたいわゆるね、タレコミといいますかメッセージですね、それがちょっと符合したんで今回動画にしてみました。あとは皆さんがどう考えるかということでございます。そしてどう行動するかですよね。すでに行動の選択肢はあまり残されてません。以上です。